がありそうです。最高気温は札幌で13度、函館は15度、10月下旬並みの暖かさになりそうです。たぶんしてる。東北では午後6時ごろまで雨の降る時間が長くなりそうです。朝のうちだけは雪が降る時間がありそうです。ザーザー降りになりますので、大きめの傘が活躍すると思います。日中は南風で気温が10度を超えますが、夜は西風に変わって一気に冷えていきます。濡れた路面は凍結に注意が必要です。変わって週間予報、まずは東北からどうなんです。明日からは寒気が居座って気温が10度を超えるような暖かい日はもうなさそうです。東北を中心に一日中氷点下となる真冬